皆さんお疲れ様です。天かすの料理です。本日はデイズゴーン続きの方ですね、プレイしていきたいと思います。前回ちょっとね、ムービーが多くて あまりね、面白くなかったんでね、今回フリーカー狩りちょっとやっていきたいんですけどね、ストーリーちょっと見てみましょうかね。フリーカー狩りね、見せたいものがある。これやる、今やろうとしているミッションなんですけどね。どうなんだろうな。なんかフリーカーとか出てくるんだったらいいんだけど、このフリーカーキラーのローグキャンプの方ですね、ちょっとね、行ってみたいと思います。それでは追跡しますね。ああ、マイク、覚えてるぞ。忘れるんじゃないぞ。さあ、ルー着きキーのまやつしだ。たね。ここですよね。あと2つ巣が残っております。その2つの巣をですね、一掃していきたいと思います。これね、でも巣探すの結構大変なんだよね。あった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 。ありましたね、やっと。これですね。で、火炎瓶。はい。おい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 、来た？来ましたね。あと一つ。おらおらおら、一人だけなの。おら。よし。あれに変えよう。弾もったいないからね。ちょっと節約していこう。よーし。うろ。来た。うろ。よし、勝負。おお、びっくりした。おら、おい、おい、ほいほいほい、おら。よし、これ数ですよね。はい。じゃあ、火炎瓶とりあえずクラフトできる。ほい。じゃあ、これで、最後かな？ほい。ミッション完了です。ローグキャンプ66%。フリーカキラー54%ですね。これで最後だ。今度は自分のところで巣を作れる。おる。いいよ。来い来い来い。おい。おい。おい。よし。この武器もなかなか強いんでね。スクラップあるんだったら、修理しちゃいますね。よし。よしよし。いや、全然追ってこなかったっすね。残りの巣を退治しただけ。さてと、じゃあバイク戻りますか。しょうがないな。みんなのために、次の新しいミッションですね。ちょっと目的地に行ってみましょう。見せたいものがある。これなんか洞窟っぽいところ行くみたいだから、もしかしたらフリーか、会えるかもしんないですね。ゴミ漁りをしよう。はい。まだ虫それがでは見目当たらない的地着きましたね。デーゴン。あんたに、言われたことを考えてみた。このキャンプのために
何かを。ああ、それで。ちょっといいか。見せたいものがある。ああ、少しなら構わないさ。どこへ行くんだ。湖の北にある洞窟を知ってるか。知ってる。来い。遅れるんじゃないぞ。ああ、わかった。行こうか。どうせ沼地を通るんだ。泥にはまってるフリーカーがいないか見てみよう。洞窟に行ったことは？何年か前にな。子供の頃はあの洞窟に入り浸ってた。親父が地質学者を気取っててな。いや、なんかいるけど。どうやらフリーカーが泥にはまってるみたい。泥にはまってるって。何これ。よし、任せろ。わかった、ここはお前に任せ。ちょっと待って、泥にはまるのこいつ。スキッソに沼地担当にされそうだな。スキッソがやればいいんじゃねえか。それでだ。あ、角材持てないんだね。洞窟がどうやってできたか延々と聞かされた。外側の溶岩だけ固まって、はい、中心部が川のように流れ続けるとできるんだ。メトリウスとかでかい洞窟が有名だが、この辺りには洞窟が山ほどある。いや、大群じゃないの、あれ。ハイウェイに近づいてきた。静かに行くぞ。おい、あれ大群だろ。あれ大群いるよね、あれ。おい、危ねえ、かかねえ。ちゅ、おい、やりてえ。やりたいわ。何なんだこれは。こんなことのために呼んだのか。フリーカーの悪臭を嗅がせるために。まあ、いいから。ほら、こっちだ。ちょっと待て、一体どこへ連れて行く気だ。いいから、ほら。あまり近づくな、伏せてろ。え、何？太陽尾行すんのね。すげえな。何をする気だっていいか。ドリフターでもこんなに馬鹿げたことはしないだろう。まあ待て、夏になるとカリフォルニアからの観光客で97号線と5号線が麻痺してたって話してたろ。ああ、人が多すぎてひどい悪臭だった。きっとあんたが言ってた通りだ。フリーカーをいくら殺しても数が減らない理由はその観光客どもにあるんだと。おい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 、近くね。考えてみろよ、俺はもう1年以上もフリーカーどもを買ってる。ブーザーもだし、リッキーやスキッゾも今までにどれだけやったと思う。わずかだろ。かもしれないが、それにしたって数が一向に減らない。すっげえ数。何が言いたい。あの大群のせいだ。サンティアムハイウェイをうろついてる何千って数のフリーカーが毎晩カスケードの北にあるロストレイクになだれ込んでくる。だから数が減らないんだ。奴らがカリフォルニアから来てると。ハイウェイは使えないし、もう何年もサンティアムさんを超えた者はいない。でもハイウェイが使えなくなった理由はフリーカーどもがそこを通るからだろう。とにかく俺が言いたいのは、大軍が毎晩押し寄せてきてるのに止める手立ては何もないってことだ。はい、それで、うん、はいはいはい。昔止めようとして多くの犠牲を出したからな。知ってるさ、俺もいた。そして大軍が通ると必ずはぐれるやつが何体か出てくる。あるいは分裂して散ったり、そうやってフリーカーがはびこる。見渡す限りな。ああ、そこら中悪臭を振りまきながらな。大軍の侵入を防ぐ方法さえ見つかれば、奴らの数を減らすことができるかもしれない。安全になったら農地を取り戻し、水も引ける。ああ、だがどうすればいい。お前もよくわかってるだろう。あの大軍とやらにはかないっこない。はい、どうやら着きましたね。ああ、こいつはたまげたな。だろう。奴らは一日中あの中で冬眠だかなんだかしてるらしいんだ。で、何を考えてる。ああ、吹っ飛ばすんだよ。爆薬をそことそこに仕掛けて山を崩せばここを塞げるだろう。
だが何百体か閉じ込めたところで何が変わる。違う、そうじゃない。この洞窟を塞げば奴らを寝床を失う。それに時間が経てば奴らの汚物も干からびて他の奴を引きつけなくなるかもな。そうか、なるほど、それは考えたな。よし、一度キャンプに戻るぞ。はい、でロストレイクまで歩けばいいですか。さっさと戻るぞ。しっかりついてこいよ。ああ、わかった。なあ、お前はなんでそんなにフリーカーに詳しいんだ。いつも奴らを追いかけ回して研究でもしてるのか。そういうわけじゃない。じゃあどうしてそんなに詳しい。奴らの寝床まで調べてるとは。何日か前、ベルナップクレーターの北を走ってたらヘリが飛んできたんだ。あ、ヘリだと。どういうことだ。いいから話を聞いてくれ。黒いヘリだった。2年前の大混乱が起きた時、そこら中を飛び交ってたネロのヘリだよ。飛んでるのを見たってのか。奴らを追ってラジオを手に入れた。それを使ってこの辺りにネロの基地があるのか調べてるんだ。もしかしたら政府の奴らがまだ生きてるのかもしれないだろう。連中はフリーカーを捕まえて何かやろうとしてる。研究か何かをな。奴らはそんな余裕があるのか。俺たちは外で腹を空かせ必死に生きてるってのに。奴らをグロット洞窟群まで追った。知ってるか。ああ。やつらはモーションセンサーを使って日中洞窟の中にいるフリーカーを数えてた。何千も嫌がるぞ。たまげだな。クレイターレイクの南からスミスロックまでカスケード山脈全域のフリーカーはみんな寒さから逃れるために溶岩洞を使ってるらしいんだ。だからその洞窟を吹き飛ばせばフリーカーをいくらか減らせるかもな。はい、着きました。この計画だが、やる価値はありそうだ。だがかなりの爆薬が必要になるだろうな。ロストレイクを安全な場所にしたいんだろ。これがその方法だ。わかった。そうだな。だがその前にやることがある。いいな。数分後にまた橋のところで落ち合おう。爆薬を手に入れるぞ。デーコン。はい、見せたいものがある。ミッション完了ですね。農場の仕事サボって何してんだ。もう1時間も遅刻だぞ。よーし、キッド、忙しくてな。今はアイアンマイクの用事に付き合ってんだがな。マイクといるのか。おい、今すぐ農場に向かえ。サモネとオメートブーザーを外に放り出すぞ。分かったか。さっさと行けよ。言われなくてもやってる。じゃあな。さあ、よくわからないですけど、とりあえず向かってます。え、何をするの。なんか用か。いや。はい、行けるか。どこへ行くんだ。今度は俺を信用してもらうぞ。さあ、マイクとどっかに行くみたいですね。どこ行くんだ。ここらに鉱山があるのを知ってるか。確か水銀を掘ってたんだろ。そうだ、新社って鉱物から水銀を生成していた。東部の連中はここに金が埋まってると考えたが、そうじゃなかった。1900年代はな、新社は金よりも価値があった。鉱山の運営には爆薬が欠かせない。拡張作業やトンネル作り、崩落箇所の片付けなんかにな。爆薬の所有には軍への登録が必要だった。保管用金庫の合鍵はみんな長官が持ってたんだ。そうか、軍庁舎だな。どこにあるんだ。知らないのか。古い連邦ビルの中だ。連邦ビル、シャーマンズキャンプにあるやつか。おい、マイク、前に言ってたよな、あの場所には二度と足を踏み入れないってよ。そうか、記憶にないが。
酔ってたんだよ、ジョーガン。殺された直後だ。理由は言ったか。いや。よし、ここ右だ。着いたぞ。え、ここっすか。はい。マイク、あそこはフリーカーまみれだ。いい考えとは思えない。いや、天気が持てば大丈夫だろう。よし、あそこだ。連邦ビルがある。あそこに向かうぞ。あそこに爆薬があるんですかね。じゃあマイクについていきたいと思います。はい、それではついていけばいいのかな。ちょっとね、今ね、動画の方途中で切れてしまって、長官の方を案内されてね、鍵を手に入れました。長官の鍵ですね。よし、はい、上に候補を探すぞ。で、長官のオフィスへ行きます。すごい悪臭だ。で、なんかあるな、多分。これはニュートの匂いだな。最悪だ。俺は昔から子供があまり好きじゃなくてな。よし、これだ。この地図には軍の鉱山が記されてて、爆薬の保管場所もわかる。さあ、行くぞ。お、誰か来たぞ。聞こえたか。ああ、誰かと待ち合わせでも。いいや、援護を頼めるか。ああ、面倒を起こすのはごめんだが、ふっかけられたら仕方ない。後ろにいろよ。おい、自分の身ぐらい守れる。そうだな。だが前に外へ来た時はどうなった。それもそうだな。わかった。よし、それでは、どこに、あそこか。ちょっと待ってね。もうスナイパー行っちゃうかな。こっからだったら一人でしょ。ヘッドショットでいけるね。あれ、おい、ナイス。撃たれた。おいよ、片付いてない。行こう。まだいる。ちょっと弾薬、はいはいはい、大事だからね。いいよ、よし、行くぞ。よし、伏せてろ。どこ行く。俺もいいかだ。まるで町全体が戦場だな。一緒に行くよ、一緒に。もうまとめて。おら、おら、おい、ちょっと武器変えて。ちょっと待て待て待て。お前からか。おーい、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 危ない危ない危ない。え、大丈夫マイク。ちょっとこっち裏から回るわ。走ったって無駄、捕まえるよ。おら、やんな。おろ、隠れないと。お前やられた。あと一人。マイク大丈夫。おお、大丈夫じゃん。ちょっと回復させてください。ちょっと待て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 、マイク行き過ぎだから。ちょっとスナイパーで狙うか。え、誰狙ってきたの。こっちからか。殺し合ってろ。よしよしよし、ちょっと回復して。どこだ、どっから撃ってる。いた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 。狙える。
ああ、問題ない。マイク。あ、スナイパーいるよ。ちょ、待て。どこだ？あそこか。ちょ、俺も。スナイパーでやって。バイクが朝だ。うろ。殺された。そう、あいつ。うっと。ああ、難しい。当たったか。おい、うろ、うろ。うおっかねー。まだ生きてるか。スナイパーフォーカスモード、ああ狙われた。おら、弾が少ない。ちょっと回復して、まだいる。おら、うろ、あー弾切れか。下がるから援護して。うろ、くそ、ひどいな。あそこは完全な無法地帯だ。いやー、すげえ。危険を犯してここに来てるとアディが知ったら怒るだろうな。そんなことワディがどうやって死ぬって言うんだ。よし、俺は話さない。バイクに乗ってついていけばいいですか。え、バイク乗りますよ。はいはいはい。おーい、それでリッパーだが、なんであれを俺に見せたんだ。デーコン、お前は昔の俺に少し似ててな。どの辺が。お前は無関心だろ。相棒のことは気にかかるが、あいつには死んでほしくないんだろう。だが俺や他の奴はどうなってもいいと思ってる。思いやりは命取りになる。ああ、そうだな。だがな、死んでいるのだって命取りになる。シャーマンズキャンプにいた連中がいい例だ。自分たち以外を人間として見なくなった。目的の前に立ちふさがる肉の塊だと思えば楽に殺せる。スキッズはリッパーを人間だと思っていないから殺すと抜かしせる。価値のない単なる障害物として見てるんだ。俺はそんな考えは認めない。絶対にな。はい、着きました。おい、スキッズはな、俺のことが理解できないらしい。俺が平和主義を貫くせいでみんなが死ぬと思ってるんだ。そうなのか。みんなあんたのせいで死ぬのか。フリーカーは永遠にいるわけじゃない。だから奴らがいなくなったら事態の収拾に人手が必要だ。おい、いいか、聞け。俺だってカルロスやリッパーどものことが気に食わん。タッカーもそうだし、コープランドの陰謀論者連中も嫌いだ。本当ならな。だがな、ディーコン、俺は奴らを殺してまで排除はしない。殺しはもうたくさんだ。カルロスに狙われてもか。協定を守る。絶対にだ。
はい、ミッション完了ですね。殺しはもうたくさんだ。クラフトマニュアルアンロックされましたね。はい、アトラクターってこれ爆弾だっけ。はい、展開的にちょっと面白くなってきましたね。続きの方やっていきたいんですけど、本日はキリがいいのでここまでにしたいと思います。また動画の方すぐアップいたしますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。天かすのりょうでした。バイバイ。